ただいまから知事定例記者会見を始めます。知事から発表項目をお願いします。発表項目は4件ございます。まず、浙江省訪問団の派遣関係の件でございますけれども、誠に、残念ですけれども、中国共産党全国代表大会の開幕が11月8日と決定されたことを受けまして、浙江省の幹部の皆様、もちろん書記省庁以下がそちらの方に数日前から出られるということで、結果的に、留守宅ということになりまして、できれば延期してくださいというご要請が来ましたので、それはしょうがないなということで、できる限り早い段階で、訪中したいと存じますけれども、11月の8日はそのような事情で残念ながら行けなくなったということで、ございます。で、今、両県省職員の間で日程等の協議を行っているところでございまして、その結果を踏まえてできる限り早く派遣時期を確定していくということでございます。この件につきましては天英華大使にもお手紙を差し上げまして、決して、いわゆる日中間の政府間の喧嘩といいますか、行き違い、を通してのことではなくて、もっぱら党大会の日にちが本来10月中旬ということをされてたわけですけれども、9月の下旬に11月8日と決定されたので、さすがにこれは仕方がないということで、延期でやめなきに至ったという、お手紙を差し上げておきました。2つ目は、富士の国市民共同事業仕分けの開催についてでございます。今回で4回目となります事業仕分けを今週末に開催いたします。これで、県民権に基づく事業の見直しに加えまして、県政の理解促進、県政参加意識の向上などを目的にしているものでございます。今回は全国過去最大規模となる県民評価者約250名の方々を参加していただく運びになりまして、全国で初めて県民評価者自身による対象事業の最終選定も行ったということなどもありまして、本県独自の県民参画機会を拡充する、そうした市民共同事業仕掛けになったということでございます。その他、昨年度から引き続きましてインターネットを活用したライブ中継、あるいは意見募集も行う予定でございます。それから事業仕分け当日に使用する事業調書につきましても、事前に広く県民の皆様にご覧いただけるように本日県のホームページ上で公開をいたします。県の事業について県民の皆様がご一緒になって考えてくださって、県民の視点によるさまざまなご意見ご提言をお寄せいただけるように期待しているところでございます。3つ目の発表事項でございますが、平成25年に向けた戦略的政策展開についてでございます。来年度に向けた戦略的政策展開の方針でございますけれども、まず第一に内陸のフロンティアを開く、これが最優先の取り組みになります。でこれは予防的な防災、プロジェクトというように位置づけておりまして、9月末にこの取り組みにつきまして内閣の方に特区の申請をしたところでございます。一方平時におきましては、その地域の資源を生かした新しい産業の創出であるとか、家には一体、あるいは帝国一条のライフスタイルの創造提出提起、また、農芸都市の創造等、などを狙っております。もう少し大きく言いますとすれば、20世紀の末に作られました国土計画の最後のもの、21世紀の国土のグランドデザインというのがございますけれども、そこで述べられていること、すなわち、多線居住地域の創造、そして都市の刷新、地域連携軸の形成というのがございますけれども、それを富士の国レベルで、
ミニチュア的にですね、ミニモデルとして作り上げるということもございまして、新しい国土計画の先鞭をつけると、国土計画の実現の先鞭をつけるという位置づけでもございます。それから第二に、社会経済情勢の変化を受けた喫緊の課題へ対応するということでございます。これは3万人の雇用創出、それから分散自立型のエネルギー、そして今でもなく南海トラフの大地震津波等に対応した政策の確立ということでございます。それから総合計画、重点計画ですけれども、最初の基本計画の最終年度ということで、これを前倒ししてやっていくということでございます。その中には交流人口の拡大とか、多極的な産業構造の構築とか、少子化対策が入っております。それから4つ目の発表事項でございますけれども、第7回マニフェスト大賞に応募いたしましたところ、先週主催者の方から優秀賞に選出されたとの連絡を受けました。このマニフェスト大賞というのは、平成18年に創設されたと承知しておりますが、今年は過去最多の1889件の応募がございまして、その中から38件の優秀賞が選出され、市長部門のマニフェスト大賞優秀賞に選ばれたということでございます。これは専門の審査員の方々から一定の評価を得られたということで、大変光栄に存じます。これは県政に対する評価でもあり、職員はもとより、いわばチーム川勝といいますか、さらに県政に関わる大勢の方々の地道な努力が認められたということで、ご同系の至りであると思っております。これを励みといたしまして、一層富士の国の実現に向けて打ち込みたいという気持ちを新たにしているところでございます。これはいつだったでしょうか、こちらで県議の皆様方の中で、マニフェストないし川勝の言ってることとやってることを点検するという動きがあるということでですね、それならばこちらは常にそういうことをしているわけですけれども、外部評価もいただきながらしているわけですが、第三者の評価も得ようということで、それがきっかけになって応募したというのが私の方の事情でございます。以上でございます。幹事長の静岡新聞です。今の知事の報告に対して質問がある各社はありますでしょうか。今日はもう朝7時過ぎからずっとしゃべり詰めるんですね。喉が潰れてしまいまして申し訳ありません。すいません、新聞の本田ですけれども、はい、その浙江省の派遣延期の件ですが、はい、できるだけ早くとおっしゃってますが、はい、いつぐらいをメトロに日程をですね検討されているのか、12月と向こうは要請がありましたけれども、年内の実現が可能かどうか、その辺をお聞かせください。そうですね、やはり30周年という、特別の年でもございますので、年内に実現できればいいというふうに思っております。ただ12月には12月議会も控えてございますので、それをクリアした後ということになりますと、クリスマスの時期になるかなと思います。ただ施工者のご都合もございますので、できれば私としましては、カレンダーイヤーとしての2012年末までには、ぜひ訪問したいと思っております。ありがとうございました。内陸のフロンティアの方ですけども、はい、内容だとですね、そのトックの認定を受けないとですね、なかなか難しいかなという部分もあると思うんですが、その見通しというのは、どうかなというのをちょっと知事の感触も含めてお聞きしたいです。そうですね、東日本大震災からの復興なくして、日本の再生なしというのが日本の為政者の基本的なスタンスだと存じます。でそして東日本の震災からの復興というのを最終的にどういう絵で
作り上げるのかということをこちらが精査をいたしまして、でかつ東日本大震災のあの被害を受けた南海トラフの大地震の被害想定が出まして、でこれが起こった場合にどれぐらいの被害が受けるかということについても、日本全体で32万人、本県だけでその3分の1にも上る方々が被害、被災するという、そういう数値が出ております。それを前もって予防するということですから、ですからこれを、特区として、認める認めないかというのは、そもそも東日本大震災からの復興について30以上の特区を政府を作られたわけです。まあ、ですからその趣旨からいたしますれば、これは当然通さねばならないということになるというふうに私は見ております。ですからむしろ政府の姿勢が問われることになりますね、もしこれを跳ねつけるようなことがあればですね。それほどに重要なことです。すなわち日本全体で30万人以上ということになりますと、犠牲者がですね、これは東日本大震災の犠牲者の10倍以上ということでございます。本県だけでも5倍以上ということでございますので、ですからこうしたことを政府の発表でなさっておられて、そしてそれに対して予防的に、防災のための特区を内陸の高台のところにするのだというふうに申し上げているわけでございます。ですから今回の、特区申請につきましては、まあ、本県、としてましては、高理事を代表にですね、据えまして、許さなく大きな問題から小さな問題まで、きっちりとご説明申し上げてご理解を賜るようにしたいというふうに、今取り組んでいるところでございます。結果が出るのは来年の1月ということでございますが、いずれにしましてもこの取り組み自体は我々としては県民のまた日本国全体の、今後のことを考えまして、どうしてもやらなくちゃならないことだということで、戦略的展開の一番の柱とした次第でございます。よろしいでしょうか。では幹事の方から3点お願いします。1点目は先ほどの浙江省とも関わるんですが、尖閣問題の関係です。尖閣諸島の国有化をめぐって日中の緊張関係が続いています。その中、県が進めている浙江省友好提携30周年記念事業への影響、そしてまた中国に進出している県内企業に与えている影響についての所感をお聞かせください。はい、そして2点目がオスプレイの関係です。オスプレイが米軍の普天間飛行場に配備されました。で今後沖縄での訓練実施後、岩国基地とキャンプ富士に移動するとも言われています。このオスプレイ配備に関する所感と、またキャンプ富士に移動した低空飛行訓練に対する見解をお聞かせください。合わせて米軍からすでに連絡等があった場合、その内容についても お聞かせくださいますか。お願いします。あと3点目が広域防災拠点の関係です。知事が以前から言われているように、静岡空港についての工事支援、静岡空港が基幹的広域防災拠点に位置づけられました。この配置案で位置づけられたことを受けて、今後の県としての対応および考え方についてお聞かせください。以上3点お願いします。はい、まず第一の尖閣問題関係ですけれども、今年こちらから浙江省に行く企業の数は事業の数は36あったんですけれども、目下のところそのうち6件が延期もしくは中止というふうに、なりました。それから浙江省からこちらにお越しになるという事業が28あったわけですけれども、そのうち4件が延期または中止になったということでございます。ですからこちらから浙江省に行くのは6分の1の延期または中止、向こうからこちらに来られるのは7分の1の延期または中止と、まあ、そうした影響が出ております。しかし私はこの尖閣諸島問題は、野田首相と胡錦涛主席との喧嘩によるもので、そのとばっちりを食らっているというふうな理解を持っておりまして、
浙江省と本県が中央政府の靖国問題ほかさまざまなことにもかかわらず過去30年にわたり一貫してこの友好の絆を深めてきたという実績がございますので、現在の延期は党大会の日にちとたまたま重なったということでございますので、そうしたことを除きますれば、多くの方々がそれを理解していただいていると思いまして、私としましてはできれば日にちがあまり残されていませんけれども、2012年中に、そうした企業の方、事業の方、あるいは計画をされて準備されている方々がありますので、その方たちのお気持ちを対して、訪問を実現したいというふうに思っております。いわばこれ当例なんですね。5月に、4月でしたっけ、4月ですね、4月の初旬に500名以上来てくださったので、その当例でございますので、もうぜひ実現したいというふうに思っておりまして、そのお気持ちはおそらく本県の方々、また浙江省の方々も同じであるというふうに確信しているところでございます。オスプレイ関係ですけれども、このオスプレイはですね、これ8月だったでしょうか、ハワイのですね、モロカイ島のカラウパパ空港、ハワイ島のポール空港、ここでの練習飛行訓練ですね、これが住民のご反対等があって中止になりましたね。にもかかわらず、普天間というまさに周りが市街地でございます、そこで訓練をするとは何事かという、そのような感想を持っております。訓練する場所はキャンプハンセンだとかキャンプショップとか広いところもございますので、できれば人々に迷惑かからないように、会場でですね訓練されればよろしくと、そういう提案がなされないまま普天間に配備されたことを遺憾に思っております。また富士、キャンプ富士に、移動する件につきましては一切連絡を受けておりません。もし受けた場合にはすぐにご連絡差し上げますし、これについては今申しましたような意見をですね明確に申し上げたいと思っております。それから広域防災拠点についてのお尋ねでございますけれども、この間、この中部地方において、国の機関自治体有識者による検討会が10月2日名古屋で開催されまして、ありがたいことに富士山空港を基幹的広域防災拠点の一つとして位置づけてくださいました。これは、去る9月2日に基幹的広域防災拠点が整備されたことを前提にして、富士山静岡空港で総合的防災訓練を行いましたが、その際自衛隊、米陸軍、海兵隊とも連携してその有効性が再確認されたことなど、こうしたことが効いていると存じます。ちなみに、昨年9月から、今年の9月まで富士山静岡空港の基幹的広域防災拠点としての活用を前提にしての視察者を一覧にまとめてみましたところ、航空自衛隊、静浜基地司令、国土交通省地方整備局長、国交省政務官、経済産業省原子力安全保安院原子力防災、課長、国土交通省中部運輸局長、中部航空方面、隊司令部防衛部運用課、国土交通省中部地方整備局副局長、内閣府防災担当大臣、内閣府防災、官房審議官、中部地方整備局長、これは2回目ですが、地方整備局企画部長、陸上自衛隊東部方面総監、航空教育、集団司令官、防衛省防衛副大臣、陸上幕僚幹部、陸上幕僚長、中部地方整備局河川部長、陸上自衛隊第12旅団長、陸上自衛隊関東補給所長、在日米陸軍作戦課長、在日米陸軍 DAT チーム、在日米海兵隊、第3海兵遠征軍、
在日米海兵隊キャンプ富士副司令官、等々ですね、数えただけでも、22もの、要人が視察されているんです。もうですから、これは後に引けない状態になっているんだというふうに思います。で、今後はですね、秩父地方整備局を中心に具体的な整備手法などの検討を進めまして、来年3月に秩父県広域防災ネットワーク整備計画が策定されると聞いています。いわゆる中央防災会議というのは、今回のものを、いわば引導するといいますか、確認する作業だというふうに私は理解しておりまして、ですからこの秩父県広域防災ネットワーク整備計画の策定に積極的に参加していきたいというふうに思っております。それから、地方防災会議を主催する内閣府へも当然ながら協力に働きかけは行います。予定地の地盤調査はすでに今年度に実施しました。で、現在結果を分析しているところでございます。またこの地点に新幹線、新駅ができますと、人の大量輸送の面で大変効果的であり、防災拠点としての価値がさらに高まるのではないかと考えておりますので、 JR 東海をはじめ関係機関にも働きかけをさらに行ってまいります。ちなみに前回9月2日の防災訓練には、君塚陸幕長が、視察に来られました。で、陸幕長の方に、君塚陸幕長というのは東日本大震災の時の10万人の自衛隊の指揮をされた方です。で、その方にお礼方々、空港の敷地20ヘクタールをどのように活用すると一番、救援活動がやりやすいかということでお尋ねをいたしましたところ、返事が来ております。で、我々が最初にレイアウトをいたしまして、で、そのいわばミニアチュアでこの間訓練したわけですが、それの視察を踏まえまして、こういう形にしていただくと救援活動がしやすいという、そういう連絡が来ておりますので、ですからこれをベースにいたしまして、我々としてはいわば地割りといいますか、レイアウトをですね、20ヘクタールのレイアウトを定めまして、NPO の人はどこに来るか、消防隊はどこに来るか、オフサイトセンターはどこに置くか等々、こうしたものを、定めたいというふうに思っております。ですから我々はもう、ここがまた数日後に大きな震災が起こった時にはもう君塚幕僚長にすぐ連絡差し上げまして、で、そして、一番欲しいと思われているところを使っていただくようにすぐに準備をするという体制ができているということも合わせて申し上げておきたいと存じます。以上でございます。幹事質問に対して質問がある方いらっしゃいますでしょうか。なければその他の質問も含めて各社さんお願いします。NHK の皆でございます。住民投票の質問に集中する前にちょっと別の件で先に伺いたいことがあるのですけれども、はい、大変遅ればせなアンカーランなんですが、4月に知事出版された資本主義は海洋アジアから出版おめでとうございます。で、中身のアカデミックなことについて伺うだけの学識がないので、ちょっと概念的なことでお尋ねしたいのですけれども、この出版記念パーティーが12月に夢ある静岡創造会議主催のもとで行われるということで、岡本先生の方から発起人の呼びかけを今されているそうなんですけれども、この中で、ちょっと内内、恐縮なんですが、その呼びかけ文を拝見しますと、政治資金規正法8条2に規定する政治資金パーティーであるというふうに明記されておられますけれども、知事、これまでの政治スタイルからすれば、知事職を1期4年続ける限りにおいては政治資金というのは必要ないかと存じますが、今回のこの政治資金はどのような活用をお考えなのか、お聞かせいただけますでしょうか。夢ある静岡創造会議というのはですね、私の知らぬところで作られた組織でございました。で、結果的にそれが、当初は超党派だったようですけれども、民主党の方々がご中心になられて、それで、選挙活動をされた、そういう組織ですね。で、そして、私が当選いたしまして、その後、それが解散されないまま今日に至っていると承知しています。そしてまた、2009年の秋から
2010年の冬にかけて、まあ、言ってみれば自分たちで後援会を作るということで、後援会事務所とか電話だとか人を雇われておられたんですが、全く仕事がないということでそれ閉じられたわけですが、当然その時には部屋代だとか電話代だとか、まあ、人件費がかかっていると思います。それを今ある静岡創造会議が負担されたと、それとも借金もあるらしいというふうに承知しておりまして、これは私に直接関係がないとは言っても私絡みでございますんで、なんとかその借金をお返しならなくちゃいけないんじゃないかというふうに思っております。でそうした中で、出版記念パーティーをして、お金を集めたいとおっしゃってるわけですね。でまあ、それは出版記念パーティーっていうのをやったことがないのでですね、私自身は賞を取ってお祝いしてたことがありますけれども、本を単に出してそれの出版記念のために人を集めるってことをしたことがありません。まあ、ただ、まあ、これ4冊目でもあるし、知事になってからですね、そして、まあ、中身皆さんお見せいただいてないのは残念なんですけど、後ろの方はですね、静岡県に落とし込んでいるわけです。まあ、ですから一生懸命書いたものでございまして、まあ、一番常に最新のものが、最新の作品が一番いいというふうに思っておりまして、この作品を取り上げてお祝いしてくださるというのは、まあ、さすがに60を越してですね、ありがたいことだというふうに思っています。ですから、まあ、静岡県の、読書の秋でもあるし、そんなに高い本でもないのでですね、まあ、著者としては読んでいただければ嬉しいというふうに思っております。最後の第、全部で4章からなってるんですけど、起承転結というふうに分けてあの結びの章ですね、そこのところだけでもお読みいただけると、どういう姿勢で今仕事をしているかということが分かりますので、ですから常にこの4冊とも今までの自分の研究成果を静岡県に落とし込むという、そうした姿勢で世に通ってたもんです。ただこれは県の仕事の邪魔になってはいけないので、常に県庁に来る前、すなわち朝ですね、朝早く起きてそういう仕事をしてきたということで、県民生活にこの本を書くということを通して迷惑をかけたということはありません。常に必要な時間まで最後仕事をして帰って、そして朝早く起きて朝飯前に仕事をした、その成果がそういう著作になって現れているわけですが、まあ、これをお祝いしてくださるっていうのは、今回はですね、分かりましたということでお引き受けいたしますと。で、集められた資金をどのように使われようと、それは今ある静岡創造会議のご自由だというふうに思っています。もう一つ関連して伺いますと、はい、まあ、呼びかけがどうしても代表たる岡本先生の名前になるので、これについて自民党関係の方、あるいは自民党と関係が非常に深い諸団体の方々は、ちょっとこれだと発起人になれないよと、まあ、ご期待に添えないよとお断りするような動きも出ていると伺っておりますが、そういったことについては知事はどのように受け止めて。それは残念ですね。発起人の方々がそういう党派性を通してなるなれないということであると大変残念です。私自身はもともと今ある静岡創造会議というのは、当時の自民党民主党がご一緒になって作られたということで、総務が作られて川勝を応援するかしたいと思っているというのが、3年前の5月の中旬頃だったんじゃないかと思います。また私はその時出馬表明もしておりませんので、だいたい出ないで 100% 出るつもりではないという、そういう状況でそういう組織が作られた、そういう経緯がございまして、まあ、ですから、結果的に岡本先生が代表されておりますけれども、当初の性格からすると、超党派というのがあったので、そういう党派性を持った形になるのは残念であるという以外にありません。ありがとうございます。佐藤さん、はい、どうぞ。三浦さんの質問に関連してなんですけれども、はい、まあ、知事選まで、
1年を切っていて知事の去就が注目される中で政治資金パーティーを開くということに関してはやはり県民からすると知事が再選出馬に意欲があるのではないかというか、まあ、事実上その表明ではないかというふうにも見られる可能性はあると思うんですが、まあ、この時期にこういうパーティーを開くということは、まあ、その辺もの波紋というかそのあたりも当然検討して、決断されたと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。いや、そのあたり全然検討してません。はい。私が開くんじゃありませんので、多分招いてくださると思います。その本の著者ですから、ですからそれについては語るべきことはそれなりにございますんで、お礼方々与えられた時間を存分に使って自分の考えを申し上げますけれども、まあそれで申し上げておりますように、優れた方が出られれば。その人がすればいいというふうに常に思っています。その人が知事をすればいいというふうに思っています。もう一つ関連で先ほど集めた政治資金の使途に関しては前回の知事選に関連した、まあ、部屋代等の借金があることに充てるとおっしゃられた一方で、まあ、その集めたお金は自由にというかその夢ある静岡で使ってもらうのは構わないということですが、これがこの集められた政治資金の使途なんですが、これが次の知事選挙のために使われる可能性もあると思うんですが、その辺に関してはどうでしょうね。夢ある静岡創造会議はもしあの時に私が出ないと言ったらおそらくどなたかを立ててその方のために使われたと存じます。まあ、ですからそういう意味ではですね、仮に私が休止したとでそしてその資金があるということになればその資金は静岡を夢のある素晴らしい地域にするために、政治家にですね、の資金に使われるということは十分あるんじゃないでしょうか。次の知事選挙に政治資金が使うのは構わないけれどもその知事候補が誰になるかというのはその夢ある静岡が決めることだというそういう理解でよろしいですか。私はその会議のメンバーではありませんので。はい、分かりました。はい、高井さん。共同通信の高木です。昨日ですね、京都大学 の山中伸弥教授がまあ、ノーベル賞を受賞されましたけど、まあ、川勝知事から、まあ、メッセージがあればお願いしたいと思います。極めて嬉しいと、存じます。2年前だったと存じますけども、まだ私が京都賞院をしていた時です。京都賞委員会の委員をした最後の、その研究、3人選ぶんです。基礎研究、それから最先端の技術、それから思想で選ぶんですが、そこで、山中伸弥先生を京都賞の候補にするというその決定に私は加わりました。でそして、京都賞の発表がありその後山中伸弥先生が京都の国際会館で、講演をされるわけです。で私は京都賞委員会の委員を長く務めていましたので常にその講演は休業にしていたわけです。で大体その講演は自分の学問と人生を語るということで十分に準備されて内外の学者がなさるわけですが、山中伸弥先生はですねたった一人何にも準備されないでというかペーパーをなしに、お話しなすって、でそして見事に与えられた時間ご自分とご自分の学問を語られまして、でスポーツをやって怪我をして、こういう人たちのためになんとか外科医として、役に立ちたいと、まあ、いうところから、まあ、それが必ずしも自分でやってないということでですね、こういう基礎研究になさった、まあ、今報道されていることを、その話を聞きまして本当に素晴らしい方だと。で特に京都賞というのはそのためまた世のために役に立つ最高の人を選ぶということを原則にしておりまして、
私もその決定の一翼になったことを大変誇りに思った思いがあります。それが今回ノーベル賞という形で、まあ、若干50歳でですね、受賞の者に選ばれて、でしかもイギリスのガートン博士が山中博士の功績があって自分の若い時の、研究に、再び光が与えられた、山中教授のおかげだと言われた、そのケンブリッジのですね、このジェントルマンといいますか、そのコメントにも大変感動いたしまして、この2人の共同受賞というのは誠に素晴らしいというふうに心から喜んでおります。ですから基礎研究というそうしたものの重要性を改めてまた今回、光を当てたと存じます。で基礎研究にはお金がかかりますが、まあ、アメリカの10分の1以下の、研究費でですね、この iPS、細胞についての幹細胞についての研究を続けてられて、で今回の受賞に至ったということは誠に素晴らしいことです。物量でなくて、しかしまあ兄弟もなかなかやりますね。きちっと彼のための研究所を作られたということも、これは一つの形式であるというふうに思います。これをきっかけに本県も、自然科学あるいは人のために役に立つ技術と、まあ、こうしたものへの関心を子どもの時から持ってくださるようなですね、文化が育てばいいなと思っています。まあ、ちなみに学問で山中教授、それからスポーツでは一郎選手が今日のエラーと第2打席では内野安打で、先ほどのニュースでは最初の2打席両方とも出塁したと出ておりましたけれども、昨日の、試合でも彼の活躍が光りまして大変喜んでおります。で一方文化、文武芸三道定律というふうに言っておりますけれども、文化の面でですね、昨日おとといと、全国合唱コンクールがありましたね。でおとといが小学生、昨日が中学生だったんですが、静岡県が出てないでしょう。2校です、小学校2校ですね。500校あるうち2校です。長野県なんざ130数校応募してるんですよ。で中学校もですね、あ、出てますか、517あって2校です。あらあら。で中学校はですね、公立私立合わせて、295あって、わずか確か14校ぐらいじゃなかったでしょうか。ですから、まあ、浜松も音楽の都を歌っておられるし、でそして音楽の盛んなところですから、どうして吹奏楽とか楽器などでも活躍はされていることは存じ上げてますけれども、この歌うというですね、子どもたちが素晴らしい歌詞また楽曲を、心を込めて練習をして歌う、その、成果は、まあ、実に感動的です。ですからぜひ、今日教育委員の委員会来てるんですかね、出るなって言ってるんですかね、そんなことないでしょう。わずか小学校2校というのは一体、私立を入れると523校あって、ね、もう実質出てないに等しいわけですから、もう驚きました。これ最後に出るんですよ、どこが出たかっていう。静岡のところでちょっと止めましてね、それ2校、そのお隣に長野が出て、数えたら134個、ま、すみません。ですから、まあ、学問も、山中先生、スポーツの一郎さん、そして、そういう今芸術の秋ですから、そうしたところにそれぞれの自分の得意を見つけてですね、ご参加いただいて、文武芸三道定律、そうしたことで豊かな、人間が育つように、今回の受賞をきっかけに一層拍手をかけてまいりたいと思っているところでございます。いいご質問いただきましてありがとうございました。ちょっと余計なことでございまして、すいません。あ、ごさんどうぞ。
UBZ の話なんですが、まあ、30キロにしましょうということなんですけど、要素材ももっと広く、要素材もですね、配りましょうということで、まあ、なかなか大変だなということなんですけども、今後その、まあ、それを実際地域計画に持っていくに段取りですね、どういう形で持っていくのかちょっとお尋ねしたかったということです。そうですね、まあ、その要素材を配るということもございますし、それから施設センターも5キロ圏内からまあ、少なくとも20キロ圏のところまではですね持っていかなくちゃならないということもありますし、この原子力の防災につきましてはやることが山ほどあるということでございます。まあ、そうした中で優先順位を定めてですねやっていくことが望ましいと思っております。まあ、現在のところなんといっても、防波堤の整備、これが優先だということですね。それから5キロ圏内から現地対策本部になる汚染センターを移すということですね。これが、重要なことになるんじゃないかと。つまりその場所を決めていただかないと、一体どこで対策をするんだということになりますでしょう。まあ、私は決めてますけども建物がありませんからね。まあ、そういうことがございまして、まあ、予想外のこともその中の一つに入ってくると。まあ、30キロというのは今 UPZ だったでしょうか、あれは5キロ30キロと飛ぶんですね。違いましたっけ。そうですね、今までは10キロ20キロだったのがその5キロ30キロと一気に飛ぶようになりました。ただまあこのスピーディーによる、風の向きが大体どの地域でも分かるとすれば分かるわけです。本県の場合もすでに調査結果を昨年度について公表しております。大体東西に飛ぶということが分かっておりますので、この、失礼しました、伊豆半島側と名古屋側に飛ぶということで内陸側には向かってこないと、いうことが分かっておりますのでね。まあ、そうしたその、いわゆる一律に30キロとかというのではなくて、どういう飛び方をするのかというようなことも合わせて周知徹底することが大事じゃないかというふうにも思っています。まあ、ちなみに富士山静岡空港の側には明けの一時期を除いて、風向きがこちらに向いて放射性物質が飛散するという可能性はほとんどないということでございます。三浦さん、山本さん出会いました。違う、はい、三浦さんどうぞ。再び NHK 三浦です。自民投票について伺います。まず、先週の総面会の中でですね、知事が、まあ、それまで自民投票にあまり積極的に見えなかったのが賛成に転じた理由は何かという質疑が出た時にですね、小川危機管理官が知事はおそらく消極的なことを知事自身が会見などでおっしゃることによってこの運動が盛り下がって下振りになっていくことを期待していたのであろうと。で、それに対して思いのほか16万18万という署名が集まったのでこれは無視できないと判断をされて賛成に転じられたのであろうという、伝聞ですが管理官はそのように答弁なさっているんですけれども、まずこの管理官の認識が知事のものと同じであるかどうか、そのような期待をされていたのがそうではなかったので賛成転じたという、これが正しいかどうか知事の口からお聞かせいただけますでしょうか。小川危機官とは一心同体です。ではそのような理解をしておいてよろしいでしょうか。危機管理については安全性が全てに優先すると、ですから再稼働反対と言って、仮に永久停止とか廃炉にすると決めても安全であるということではないので、なおかつ、再稼働反対の署名をなさいますかということで、安全性最優先でやりますということはここで、数回、申し上げたと存じます。まあ、しかし6月末から7月にかけてですね、大飯原発の、再稼働について、政府の姿勢がこういう県民が心配する方向に動いてですね、やはりこれについては
やはり住民がしっかり意見を言う場を欲しいという、そういう場が盛り上がってきて、でこれはその数字というものを重く受け止めて、よしこれはもう尊重するということに、はっきりと、安全性もさることながら住民の意見を尊重するというのは民主主義の基本ですから、これは尊重するという方向で、重く受け止めるという方向で、姿勢を明確にいたしました。じゃあその議論に関連してなんですけれども、今回の住民投票、まあ、仮に実施するとなった場合の意義がちょっとまだ一つ合点がいかないところがございまして、知事まあ、意見書ですとか本会議の答弁などでは反対多数の場合でも安全性の確認を行うと、で賛成多数の場合は今のまま止まったままであると、となると、まあ、可能性は低いと思いますが、賛成多数、再稼働に賛成多数となった場合に何なのか、つまり中部電力ですとか電力の安定供給を求める人にとって何か再稼働が前向きに進むような点があるのか、もしそれが安全性を検証するから何も変わらないということであれば、住民投票することが原発維持派推進課からするとあまりフェアではないかのようにも見えるのですが、そのあたりは知事はどのように賛成多数となった場合の行動を考えていらっしゃるのでしょうか。これはやはり無視できないと思いますよ。仮に 80% の人が再稼働反対と言ったと、この重みは相当大きいと思います。80% の人が再稼働賛成と言われたと、これもなかなか大きいと思います。で当然それについてはそれぞれの理由があるでしょうから、その理由を精査してですね、でこちらは常に県民の安全というのが最優先ですから、それがきっちりと保障されるかどうかという観点で、この意見の重みを踏まえて施策を講じるということになると思います。県民の声というのはやはり大きいというのは何て言いますか、安全性第一ということと矛盾するものじゃありません。それを大事に重く受け止めるということと、安全性を大事にすると、第一にするということとは矛盾しないと思います。すみません、もう一つだけお伺いしてください。まあ、前回私、富士の国県議団に賛成に向けた要請をされないのかということをお尋ねしましたが、まあ、以前知事の姿勢に対してですね、まあ、知事は汗をかいてないという声が議会内で、まあ、一部の方から出ておりまして、知事今日までのこの間まあ、会派として会派に対して公式にということではなくて、個別に起幕も通じた議員さんなどにこれをぜひ賛成で修正を出して可決に持っていってほしいというような働きかけは一切なさらなかったのかどうか、誰相手にということはお尋ねしませんので、そういった努力は知事としてはなさったのかどうかをお聞かせいただけませんでしょうか。私はするべき努力というのは8月の末に条例が出まして、でこれをまず精査するということですね。でそして問題点を県議の先生方は今でもありませんが、署名された方々、中んずく代表ですねの方々にしっかり認識していただくということ、でこれは、議論をしてくださるのが県議会ですから、で県議会の議論の材料を私が提案をしっかりするということが僕の仕事だということで、まあ、この点はかなり徹底してやりました。でそれから、まあ、この件に関して個別に知事室に来られて意見を言われた県議の先生がいらっしゃいます。で私はいつだったでしょうかね、ブラッドですね、自民党の役員室に行ったんですよ。誰もいなかったでだから帰りました。でそれから自民党の部屋に行きました。たまたま、外に出た帰り、あそこをまず一番下でしょう、で 本館から上がってです、そしたらそこに天野はじめ先生と、もう一人だったかな、石橋先生か、それから中澤公彦さんがいらっしゃいまして、中澤公彦さんは顔見るのもやめたにパッとこう言われたんですが、だけどお茶を出してくださってですね、二人と話したら、まあ、あとは俺らに任せてくださいと
というふうに、言われました、まあ、雑談しにちょっと入ったわけです。でこれは前から立ち寄ってくれと、常に立ち寄ってくれというふうに、幹事長ほか自民党の方々から言われておりまして、まあ、民主党藤野国県議団の方はいわば通り道ですから、私が出勤するときに本館の正面から上がりまして、でそして、藤野国県議団の横を通って、4階から5階に皆さん方の記者室を横に見ながらですね上がるというのがもう決まったルートですから、まあ、そうした中で民主党県議団の方だとはいろんな形で出くわすというか、まあ、インカウンターというか出くわすことがありますわね。それに対して2階側をぐるっと回るということはほとんどないでしょう、ないんですよ。ですから1回だけそういうことがありましてね、その時に、お二人からあとはもう我々が議論するからというようなことはおっしゃってましたね。ですから、まあ、私は、まあ、別にそのことを目的に言ったわけではありませんが、まあ、この件についてどういうふうにお考えを持っているかということを聞きたいとは思ってましたね。しかし自分が働きかけるすぎるもんじゃないと、県議の先生方がお決めになるということなので、ですから私は不備について、その不備を直してほしいという気持ちは強く持ってました。でその気持ちは議案の説明の時に、意欲を尽くして、申し上げて、まあ、それに尽きたと思ってるんです。で実質議論に入ってこれが実行不可能だということが分かったと。でそして修正案が今準備されていると聞いておりまして、そのことは喜んでます。でもし残念に思うことがあるとすれば、不備であるということを申し上げたにもかかわらず実行可能だというふうに嘘吹かれてですね、でそして最後の段階になって修正は前提だというふうに言われた、そのいう言い方はやはり代表、市民団体の代表の誠実さが疑われるということで、このことが総務委員会で全員否決という結果になったのではないかというふうに思っています。まあまあ、鈴木文さんの評価は別にして、いずれにしろ民主党藤野国県議団がご自身の意に沿う形で会派で一致しなかったことについて頼りないとか、そういった批判的に見てらっしゃるわけではないですか。全然この件についてはですね、やはり今回の署名活動と、いうことについて、原発の近いところ、それから遠いところ、まあ、それぞれのまたご関心、支持団体等々でさまざまなお立場があるのはしょうがないと思っています。ですからむしろどの方がどういう理由で賛成するなり反対するなりの立場を取られたのかいうことが分かるようになった方がいいと、でそのためには記名投票というのがふさわしいという意見を持っています。仮に無記名で投票されるとしましても、各議員の先生60数名しかいらっしゃらないのですから、自分たちが代表している地域の方々にご自身の立場を明確に言われるのが望ましいと思いますね。ありがとうございました。関連して修正案ですが、修正案が準備されていることを喜んでいるという今お話ありましたですけれども、まあ、修正案が議会で多数を得るためには、自民改革会議からの同調者が不可欠なわけですが、午前中に自民改革会議が、勉強会というか、議員内陸フロンティア特別委員会に参加している議員は欠席したんですが、まあ、それ以外の方が集まって、協議しまして修正案について、で終わってから中野代表の方がぶら下がりに答えて、今日ほとんどの議員が反対だったと、修正案に発言した議員は全員反対だったということをぶら下がりで発表されたんですが、まあ、今自民改革会議がそういう状況であることに関しての知事の受け止めをお聞かせください。これもですね、条例案の原案と修正案との関係が問われていると思います。条例案は本来それが実行可能なものとして提出されました。
ところが蓋を開けてみると、修正しても構わんと、いやそれを前提にしてだと、第一条と第二条以外はあとは回ってみ勝手に変えてもらっても構わんという、そういう乱暴なことも言われたでしょう。そうしますと修正案が通ることは原案が通ったかのごとくに、見えますね。それは違うという、そういう意思表示で修正案にも反対するという態度があってもおかしくないと思うんですよ。ですから全ての原因は条例の原案が不備であったところ、これがですね効いていると思いますね。やはりここは問題だったんです。まあ、修正案に反対が自民内で多いことに関しても、まあ、それはそれで理解できるということでいいですか。はい、修正案それ自体に反対というよりも修正案に賛成することが原案に賛成することになるというように条例原案を出した人が修正しても、ポイントは第一条と第二条なんだからいくら修正しても俺たちの原案と同じだというふうに言われれば、それはこの間修正案をまとめるのにですね相当県議の先生方いろんな反対もある中で相当汗かかれてますから、それは違うだろうというふうに思われるのはこれは無名になるかなというところがございまして、やはりこうした16万なり18万の方々を動かす以上ですね、やはりきちっと誠実な態度で臨む必要があったということで、私はこの市民代表の方が、ネットワーク河村市長の時の40数万ですかの、署名活動の代表でもあったでしょう。でそして、この署名簿がですね、選挙に利用されるということが あったと報じられていまして、でそして河村市長の方ご自身もですね、選挙に利用してどこが悪いというふうに言われて、今まだ議論が収まっていないのじゃないかと思います。まあ、そういうようなことがつい昨年あってですね、それを受けた形での同じ方が市民代表として署名簿を集められたと。でこれは個人情報保護法には当たらないのでですね、それをいろんな形で使うのは法律には違反ではないそうなんですよ。でこうした問題を起こした人が、あるいは問題を起こしたことが報じられている中で、近々選挙もあるというふうなことをですね、県議会の先生方がいろいろ配慮されるとなればですね、やはりこういう条例案を出すというときには、あるいは署名を集めるときにはよほど慎重とあると同時に謙虚でないといけないというふうに思うんですが、今回、16万の人の代表の誠実さが問われたと思っています。本田さん。もちろん新聞です。先ほどですね、知事はその、まあ、住民投票条例の件についてですね、その自民の先生などからどういう考えを持っているのか、聞きたいと思ったが、ご自分から働きかけるようなことはしなかったと、先ほどそのような趣旨のことを言われたと思うんですが、でその自民党県議団の方からですね、その今回その住民投票の条例案が否決された責任というのは、議会にその丸投げしたですね、その知事に全責任があるというような、趣旨のことを発言されているんですけれども、その辺のその議会との関係のですね、まあ、相互といいますかですね、乖離についてちょっとお聞かせ願いたいんですけれども。まあ、そういう乖離が生まれること自体、意思疎通が書いてるということじゃないかと思います。ですから、なるべく2階を回ってから3階を、それから東館の4階に行くとかいうふうにでですね、もともと私は割と早く来るので、まあ、その時に県議の先生がいらっしゃることはほとんどないわけですが、まあ、ですから昼休みの時でやるとか、あるいはちょっと時間が空いたときにですね、立ち寄るなどして、まあ、要するにお茶飲むだけですが、まあ、時々ほんの時々ではございますけれども、記者室にも、お邪魔することがこれまでもございましたけれども、まあ、そうしたことで、お邪魔ですか？あ、いいえと言っていただきまして、ですからまあ公明党さんにしても、みんなの党さんにしても
藤野国、藤野会にしてもですね、自民党にしても、私にとってはそれぞれ地域のリーダーとして重要な方だというふうに認識しておりますので、でしかも何て言いますか、知事室はいつも空いておりますので、自民改革会議の先生も、他の方々もですね、実はいらっしゃいます。だからその敷居が低いと思っている方もいらっしゃるし、敷居が高いというふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃるんでしょう。ですから敷居が高いと思っている方の中に、それぞれの重鎮がいらっしゃるとなればですね、それはやはりそれは敷居を低くした方がいいと思っておりますので、まあ、来るものは拒むということで、私自身は、今度は行った時に来たことを拒まないでいただくように、なるような、まあ、そういう、態度をして、今おっしゃったような意思疎通を欠くようなコメントが出ない、そういう環境づくりをしてみたいと思います。今思ってるんですけど、その今万が一条例がですね、修正案が否決されるようなことになった場合、その先ほどから知事は責任があるのは、その請求代表者の態度にあると、そういうことなんですか。その原案に不備があったこともそうなんでしょうけども、その後の対応も不誠実だと、これは原因になっていると先ほどおっしゃったように感じたんですが、唯一の原因ではありませんけれども、一因であることは間違いありません。すなわち修正するのが当たり前だと、それは原案の中に含まれているようなものであるという言い方を、参考人の応答でなさるとですね、修正をして汗かくのは県議がやるのが当然だというようなことになりますから、それは、当初実行可能だと嘘吹いておられたことと真っ向から真逆の発言になりますので、当然その誠実さが問われると思います。ここは一になったと思いますね。私はしかし修正案が、できて、それが報告といいますか、議事に載って、で、これはおそらく、完璧に近いものになるだろうというふうに期待しています。ですから、安全性についての懸念、さらにまた浜岡原発をどうするかということについてのご関心というのは、これからもずっと続きますでしょうから、その時に、こうしたきちっとした原案があれば、きちっとしたものがあれば、これは役に立つと、いうことで、修正案を作ることを通して実行可能なそうしたものがあるということであればですね、これは、その議員の先生方が汗をかかれた回もあったと思いますし、また我々の方も、うちの自治局の局長山崎氏をが、まあ、腰痛めるほどですね、一生懸命どこに論点が集中するだろうということで、もう、徹底的に検証したんですね、割と短い時間に。でそれをなるべく多くの方に知らせようというふうに我々は骨を折ったわけですけれども、その回があったと、まあ、いうふうに思います。そうするとですね、前回聞いたもう一回同じ質問したいんですけども、で市民団体はどこまで完璧なものを作ればいいのかということなんですが、都道府県はその都道府県単位の住民投票というのがですね、今法律としてもこうなかなか想定してないような状態になっているわけですよね。委員事務の話をもそうですけれども、そうするとどこまでその完全なものを作ればいいのか、18歳20歳の部分はそれは政策的な考え方なんであってですね、それまでその完璧というのは一体どういう意味なのか、それからそれはその実行可能かどうかというのを県に聞いて、そこですり足出してこいって、そういうことなんでしょうかね。その辺のどこまで完璧なものを作ればいいのか、もう一度お聞きしたいんですけど。これは条例案が出されたときに、まあ、すぐに出した翌、まあ、当日から精査していただいて、時を置かず、どこに論点があるか、ご発表申し上げました。その時の態度によるんじゃないでしょうか。我々は直接請求された条例案、これを受けてから初めて、条例に関わるということですね。
もちろん相談があった場合には、相談に応じたと存じます。技術的なことについて相談はなかったわけです。相談が押したと、これは嘘ですね。うちは相談を受けていません。ですから、相談をしたにもかかわらずというふうに言われたのは、これは真実ではありません。それで条例が出てきて初めて本件の方ですぐに調査をしたと。でその時にこれは完璧で実行可能でそのまま通るものだというふうに言い続けられたじゃありませんか。ですから、これは不十分なものですと。ただし趣旨は第一条と第二条に書かれてございますので、これをベースにして、ぜひご修正賜りたいと、修正を前提にしているということであればですね、即そういう作業に一緒に入るだと思いますが、それを受け付けられなかったですから。ですから私は条例の趣旨、署名された方々のご意向、これを生かすためには実行可能なものでなくちゃいけないと。実行可能ですか、実行可能じゃありませんという返事でしょう。それどうしたら実行可能になりますか、どこに論点がありますか、それを皆さんに知らせる必要があると。中津区代表の方々にと言ったら記者会見まで開かれて、実行可能だ、完璧だに近いような発言を記録に残っております。私それを拝見しまして、また新聞報道で見ましてですね、これは困ったなとは思っていましたが、まあ、とりあえずこちらはそのことに意見を申し上げる立場ではなくて、論点を議員の先生方に提示して議論していただく材料を、最善の材料を提供するということをしたわけでございます。何もそれは条例案が初めから完璧でなくちゃならんということではありませんが、今申し上げているのは修正を通じて完璧に近いものがおそらく今度提起されるであろうということは、こういう形でできるわけですね。しかしそれをもともと拒んでいて、そして何て言いますか、修正せざるを得ないということを突きつけられてですね、手のひらを返したような発言になるということが問題だと申し上げているわけです。他にありますでしょうか。どうもありがとうございました。